プレッシャーで死にそうな山田レイジがお送りします。みんな好きじゃんバーガーデン。気持ちを言語化することがうまくできなくなってしまった我々日本人がみたいな話じゃないですか、うん、先に言いますが分かります、はい、本当今の人たちの心を、まあ、わしづかみにしたのはよく分かりましたよ。まずは京アニといえば想像を絶するクオリティのアニメーションに仕立て上げる職人集団です。だから、ね、もうオープニングの絵面からもやられるし 3D 使った演出から 2D の良さと 3D の良さ、うん、今アニメの最先端の課題全部こなしてバランスよく調整して奇跡的な出来じゃないですか、うんうんうん、っていうことはパッと見て分かりました。あの代表的な絵面出してもらっていいですか。こういうルックでございますということで、その、はいはい、ヒントをどこに合わせるかっていうことこれ2年ぐらい前にやってるのにすげえ水準にいってんだな。であと世界観をすごく大事にしてるから背景の手抜きがない、一切微塵もない、まあ、要するに戦争で心が壊れてしまった、それで体も壊れてしまった、両手を失ってしまって義手になった少女、その少女は兵器として恐れられていた。でこれ最終兵器彼女の高橋真さん思い出しますよね。あと戦いが終わっちゃったら目的がなくなっちゃうっていうことをテーマにもしてますね、うん、だから次の戦い、次の戦時、次の任務は何ですかっていうけどそれはもうないんだよって言った時に自分の存在がなくなってしまう、自分はどうしたらいいのかっていう、まあ、人生の意味とはみたいなところまで行っちゃう、そこそれは同時に私ってなんだってところまで行っちゃうっていうことと、うん、あと最終的に少尉軍人の少女が心の再生をするために大出演をやるって話なんですよ。うまく気持ちを伝えることのできない人の代わりに手紙を書いて渡すっていう、もう全然戦争じゃないところに行くという、うん、だから過去なんです、うん、戦争はね、それより自分の心が再生する、誰かの心をつなぐっていうことが次の任務になりましたっていう、戦争の時は必要じゃなかった気持ちを伝えるとか気持ちを言語化することは今まで訓練したことないわけですよ、うん、この自分の気持ちを言語化して人に伝えることを訓練していないことってどういうことかっていうと日本の教育問題とすごくリンクします。成績が良ければいいんですよ、でも本当はどうしたいのかってうまく伝えられなくなっちゃうんです。そんなことよりも今は勉強しなさいって言われる、で自分が誰だか分かんなくなっちゃう、次の中間テスト期末テスト受験まで行く、軍人として生きている日本人の子供たち、そういう日本人の人たちにはこれは響きますよ。あのバイオレットエヴァーガーデンの主人公のバイオレットちゃんなんですが、すごい兵士だったでしょ、たくさんの人を傷つけてしまった背景もありつつ、戦争中に最愛の少佐と別れること、それがバイオレットちゃんは少佐が別れる最後の時に愛してるって言われるわけです、うん、愛してるとは何かっていう、愛してるを知りたいのですっていうところにつながってくるね。だからさっき言った通り学校では任務なので、うん、戦場なわけでしょ学校っていうのは、学校だけじゃなくて社会も戦場なので、そんなこんなって、まあ、サイボーグって、うん、はいはい、戦争から帰還してきた人たちが義手とか義足で生きてるっていうのが当たり前で、それは傷ついた記憶の象徴でもあり戦ってきた証明でもあるわけで、心に同時に深い傷を持っていますってことの証明でもあるの で忘れられないのが詰められないんです。温かい手では、うん、生身の人間として愛情を伝えることができない状態、つまりハグができない人間は別の伝え方をしなければいけない、バイオレットさんはどういうふうに自分の気持ちを伝えていったらいいのかっていうことを、戦場 PTSD で心と体が麻痺した状態の中から回復していくという話なんですが、はい、評価主義の社会で傷ついてきたことがまあテーマになっている、うん、つまり日本社会って学校に行き出したらすでに戦争に行ってるのと一緒なっていうことなんです。さっきさ美少女が出てるから感情乗れるんだろうっていう、それ目的で見てる方もいるかもしれないけど、これほとんどが女の人がファンだったっていう話だもんね。なんかそう8割ぐらい女性が見てましたね、うん、今までの話まとめさせてもいただきますと、この国って子供を兵隊にしすぎなんです。その飛行機に乗せて爆弾でと一緒に敵に込めっていうことやった国だし、白虎隊作った国だし、子供が子供時代を過ごせなかった国だった、それの伝統がずっと残っているので、少年兵っていうのが出てくるんです。これ少年兵が疲れてくるわけです。もう戦いたくないよって言い出す、はいはいはい、無理やりガンダムとかエヴァとか乗せられるんですけど、これみんな道具にされる子供たちなわけですよ、ね、本当は戦いたくなかったんだよ、クラスメートと戦いたくなかったんだよ。エヴァガーデン見ててすごい思うのは、ここまでしないと戻んないんだよなって思うわけですよ、ね、まあみんなこういう経験していっぱいいると思うんだけど、毎日塾と習い事がびっしりあるっていう、やりたいこと全然できないっていう、その中でスペック上げろっていう風に言われるわけだよ、ね、そこ見ててすごい思ったのが、習い事を死ぬほどさせられてる子たちの中
に心が死んでいく状態を よく見たんだよ、うん、この子早くから心が死んでいるよなっていう。どれくらいの割合かその子によるんだけど、笑わなかったり喋らなかったり気持ちを出せなかったり表情がなかったりする子がいたんだよ昔から。へー。もちろんこの話会社行ってからも起こります。営業成績上げないと人間じゃねえみたいな感じにすると、これもあらゆる局面で物として扱われてしまうという、みんなバイオレットちゃんになってしまうという。だから共和に箱庭療法をしなきゃいけないという、安全な美しいテーマパークで一回心を戻しましょうって話ですね。これが共和にではないだろうかっていうふうに僕は感じましたって話ですね。もうねダメでしょ。だから日本は子供を兵隊にするのを終わらせろって話。